自由度の高いゲームなので、ストーリーも起承転結ある、そのどの位置からこうにアプローチされるかが予測がつかないというところがあるので、どんな場合に合わせても全部ストーリーがきれいに流れるってものを作るっていうのはとっても難しいことだっていうのは作る前から想像がついてたんですね。なので、あの一つの工夫を入れてます。でそれは何の工夫かっていうのを言っちゃうとつまらないので、あの今は言えないんですけど、これは僕昔初めてゲームを作った時からあの温めていったそのアイデアで、もうだから二十数年ずっと温め続けたあのアイデアなんで、ちょっと楽しみにしておいてほしいなと思います。例えばスカイウォードソードとかはいい例なんですけど、お話があって設定が結構複雑で、人間関係も結構新しい設定をしているので、そういうお話のためのパートがあることですごく退屈な時間が長いんですよね。だから今度はそういう前置きをやめて、できるだけ早くいろんなことができて、リンクがいろんなことをできる中でだんだんとお話が分かってくるようにしようというふうに作ってます。それが多分今回の、あのね、今までのゼルダを見直そうというところの一番大きなポイントかなと、ね、まあリンクはね、世界を救わなきゃいけない、これいつもあの宿命なんで、あのそういうものですけど、でゼルダ姫も、リンクと同じ目的のためにというか、国お姫様ですから、そのハイラル王国の、その王国の未来をどうするかっていうことに、そのいわゆる運命づけられた、人だっていうのも変わらないですよね。あのトレーラーの中でも、まあ、おこれは誰だろうっていうようなキャラクターが何人か、ね、出てきたと思いますけど、今回そのリンクが最後の目的を成し遂げるために協力してくれる仲間があります。ただ彼らと出会って彼らに協力してもらうっていう単純なあのその協力とはまたちょっと違ったあの不思議なあの協力の仕方をすることになります。あの、ね、あのモンスターが出てきたりする世界ですから、当然あのリンク以外の人も戦ってないとね、これおかしいですよね。あのモンスターがその、街道を歩いてる人を襲ったりとかしてるところもあって、でリンクはその人たちをこうあの助けてやるっていうか、モンスター倒すとその人たちからこうお礼言われて、ちょっと何かしらいいものをもらえたりとかそんなことがあったりするし、あのもうとにかくそこにあの暮らしている人々であるとか、それからモンスターもそうなんですけど、みんな生活してるんですよ。なんかその世界の臨場感をこうしっかり出そうっていうふうにしてるので、ぜひそういう、ね、細かいところもしっかり見てほしいなと思いますね。そうですね、作ってる過程ではものすごくたくさん村人がいるシーンを作ったり、それから夜中にこんな危ないとこ歩いたら危ないやろって、普通歩かへんやろみたいな人が歩いてて、すごく臨場感がなかったんですけども、それがだんだんとこううまくセットアップされてきて、歩いてるのは旅人とか商人とかで、夜になるとちゃんと休むようになるとか、こう仕上がっていって初めてこうそこに村の人がいる臨場感が出てきたよね。あのもちろんトレーラーで見ていただいたように、いろんなあの人が出てきますね。あの、リンクと関わってくるので、町もあるし村もあるし、で一番代表的なのはあの今回、ツリーハウスライブでもお見せしましたけど、馬宿っていうね、あのリンクがあの野生馬を捕まえてこう連れてってそこに登録する場所ですけど、まああのその広い世界の中で街道っていうね道があって、そこをこう人が往来したりするんですけど、それの拠点になってくる場所なんで、そこはいろんな情報が得られる場所だったり、あのいろんな人との出会いがあったりする、そういう場所なんですね。ので本当に山あいのどこに村があるかってことが分かるし、でその村に村の裏の方から回ったり、いろんなところから村にアプローチできるし、その村がある感じはすごいですね。でこれを捕まえるためにはもうちょっとリンクがこう、馬を捕まえる性能を持たないと捕まえられなかったりとかするのもあったりするので、あとね馬はね今回本当にあの4足がちゃんと地面をこうあのちゃんと踏みしめて歩いてるんですね、馬の 4足が。だからパカラッパカラッって気持ちよく走ってる状態を作るために、その専用のデザイナーと専用のプログラマーがその 馬だけじゃないですね、あの動物を作ってる
専任のプログラマーとデザイナーがそのパカラッパカラの気持ちいい音を出すためにもう何度も何度もそのモーションを、ね、変えたみたいなことをやってたりもするんですね。ストーリーを語りすぎてゲームプレイになかなかいけない問題とかと同じで、馬もこう馬を捕まえて鳴らして乗るっていうふうにこう覚えていく手順があまり複雑だと初めて遊んだしか馬に乗れない。馬一つにとってもすごい深い遊びができるようになったよね。